フィギュアスケート東日本選手権が6日、コセスポーツ公園アイスアリーナ、山梨県甲府市、で、男子ショートプログラムが行われました。佐藤駿が81、84点で首位発進した。冒頭の4回転トーループ。3回転トーループをきれいに決めると、続くジャンプで大技に挑んだ。現在、成功例がある中で、最高難度の4回転ルッツを試みたが、軸が斜めになって転倒した。6分間練習では成功していた。その後は切り替え、トリプルアクセルに成功。パイレーツ、オブ、カリビアン、を演じ切った。10月上旬の関東選手権、水戸、は、ショートプログラムで、2位だったが、今回は1位でフリーへ向かう。We'll be right back.